恋する間取りは2007年8月18日公開の日本映画荒垣結初主演映画であるインテリアショップフランフランの15周年記念作品として制作された初めて一人暮らしをする若い女性が引っ越しをきっかけにした偶然の出会いから年上の女性への憧れと隣人の男性への恋に悩む姿を描いたラブストーリーである口述の通り 主演の荒垣はこの年、本作の他にも、ワルボロや、恋空にも出演し、数々の賞を受賞している。美大生のユイは、北品川の借屋から、中目黒の賃貸マンションへ引っ越す。一緒に暮らしていた姉が、できちゃった結婚をして出て行ったためである。プロレスラーたちの引っ越しや、ヘラクレスウニユによる運搬も終わり、ユイは、マンションの住人たちに引っ越しそばを配るが、 隣の老女、野田が受け取ってくれた他は断られてしまう。上の部屋に住む男、高志も、その一人だった。ある日、前の家に忘れ物をしたことに気づいたゆいは、取りに行った際に、家の新しい住人、厚子と出会い親しくなり、かつて彼女が入賞した椅子デザインコンテストへのアドバイスを受けるためもあって、しばしば彼女の元を訪れるようになる。厚子は一級建築士で、 インドへの留学を控えていた。大学の授業で木の死を訪れたユイは、偶然高氏に出会いなぜか動揺する。さらにアルバイト先の環境省の研究室を訪れると、そこには増えすぎた、針葉樹の色素から L を抽出する研究者として、働く高氏がいた。助手として、一緒に働くうち、部ソダが一途に樹木のことや研究を語る高氏に、ユイは惹かれ始める。 しかし、ユイは、自分の部屋の前の住人が、あつこであり、たかしの恋人であったが、突然失踪同然に彼の前から姿を消してしまったと知る。ユイはたかしに対するあつこの微妙な感情を知り、二人を再会させようと考えるが、なかなか言い出せない。研究発表会場で、ユイは誤って、発光装置の L を壊してしまう。 予備の緑の L を厚子が持っていることを知ったユイは、北品川の家へ向かい、渡すように迫る。緑の L は手に入ったが、それは同時に、ユイが高志と厚子の共通の知人であり、二人の関係を知っていると、双方に気づかれることであった。無事発表を終えた二人が、厚子の家に向かうと、厚子は見知らぬ男性、アキラと共におり、高志は黙ってその場を離れてしまう。 ア子が新しい恋をして自分から離れたと思った、タカは、ユイの前で激光する姿を見せる。タカと連絡がつかなくなり、ユイは複雑にもつれた三人の思いを嘆く。だが、ユイは、ア子とアキラとの関係を誤解していたことを知る。ア子の出発の日、ユイは部屋に戻ってきたタカに、空港へ見送りに行く。よう説得するが、タカは行こうとしない。 ごを煮やして一人で空港へ向かったユイは、ヘラクレス運輸やアキラの協力で急いで向かうが、厚子の乗る飛行機は離陸寸前だった。ユイは空港のデッキで人目もはばからず、タカシと厚子への思いを叫ぶ。その前で登場を遅らせていた厚子は、タカシと再会する。夕日の中、ユイたちは幸福をもたらすという緑の光線を見る。 アツコが旅立った後の冬、ユイは恋人たちをイメージした椅子を完成させる。春が訪れ、ユイは再び、ヘラクレス・ウミユと共に、引っ越しのトラックに乗る。私も、にっこりするんだと心に誓いながら、目黒川の満開の桜と高志の笑顔に見送られて、ユイは新しい街へと旅立つ。本作品におけるこの研究は架空のものである。ベルツ代表取締役社長。 ユイの大学の教授役として出演もしている。ルームフレーバー .com ユイアツコの椅子オーナーになりませんか ?2011 年9月13日参照。ありがとうございます。